は酒飲んで麻雀ばっか。そういうの家庭崩壊って言うんだぜ。うっさいわね。あんたには関係ないでしょ。ガキンチョが大好きなやつ頭くるわね。いいよ、本当のことだもん。こら、あんたもなんで何も言わないのよ。男ならガーンと一発言ってやんなさいよ。俺には関係ねえから。バカか。それはかわいそうだったね、ランちゃん。その新一って子もいけないよな。男の子は女の子を助けてあげなきゃ。にしても短冊にそんな願い事を書くなんて泣かせるよな。ところがその願いが叶ったんです。え？それから何日かした七夕の日に母が家に帰ってきたんです。お母さん、お母さん。私、神様がお願いを聞いてくれたんだと思って嬉しかった。もっともその晩母はまた父と喧嘩して家を出てっちゃいましたけど。なんか毛利ちゃんのことを話してるみたいだぜ。聞こえねえ聞こえねえ。そしてその次の日の朝。な、何よ毛利。この前はごめんな。え？お前の母ちゃん美人だな。何なのあいつ。さあ、その日クラスのみんなで笹竹の飾りと短冊を外して、飾りの一つと自分の書いた短冊を記念にもらったんです。私その時の短冊今でも大事に持ってるんですよ。ふん、いい話だね。でもその大輔って子、どうして急に謝ったんだろう。それはきっとお父さんやお母さんに注意されたんじゃない。それで謝ったんだよ。私もそう思ったんだけど、実は後でその理由が分かったの。え？中学生になったある時、お母さんが9年前の7月6日に何があったか話してくれたの。なんでこんなものが。ラン、新一くん。もう、おい、こいつは大輔って言うんだ、ランの友達。そう、これからもランと仲良くしてあげてね。じゃあ。それじゃあお母さん、私の書いた短冊を見て家に帰ってきたの？そう、新一くん、私にその短冊を見せるために教室からそっと持ち出したんだと思うわ。その大輔くんって子に手伝わせてね。え？その子、蘭のことをからかったんじゃない？そうなの。なのに次の日に謝ってきたの。しかもお母さんのこと美人だって言って。不思議だなって思ってたんだけど。みんな新一くんが蘭のためを思ってやったことだったのよ。いいとこあるわね、あの子。新一。私、そんなことがあったなんて全然知らなくてね。新一はもちろん言わないし、その大輔って子もそれから間もなく転校しちゃったから。その新一って子、なかなかの紳士だね。いや、大したもんだ。いや、それほどでも。うん？え？あ、ほんとそうだね。毛利さんまで僕をからかうんですか。む、もう我慢できない。やめた。おい！
お父さんあの人に何言ったの？奥さんのことで何か言ったんでしょう。いや、俺は何も。なあ、うん、奥さんのことでからかったのは岡野だし、それだってもうやめたぜ。彼マジで怒るからさ。毛利ちゃんは何も言ってないよ、本当に。